写真のモータースです。本日も動画をご覧いただき誠にありがとうございます。本日ご紹介しますのはホンダ CBR1000WR ですね。こちらですね、2004年モデルから発売されているラインナップシリーズ、センターアップマフラーを用意した車両となっております。そしてですね、外装はなんとね、レプソルカラーにニューペイント済みとなっております。そしてですね、このところにですねカスタムポイントがありますので、ご説明ご案内させていただきたいと思います。はい、まずはですねフロント周りからですね。はい、精悍なね顔つきの CBR ですがね、スモークスクリーンを入れてね、またさらにパリッと決まった1台となっております。大きなねカウル割れ、スクリーン割れ、そういったものもございませんね。そしてですねフロントのフェンダー、こちらもですね大きな飛び石による割れ、立ち置きによるね、フェンダー割れ、そういったものもありませんね。ホイール、ブレーキ周りですね、サビ腐食、ローターサビ腐食ね、キャリパー固着、そういったものもございません。オレンジのホイール、こちらもですね、大きなガリ傷や曲がり、ございませんね。倒立のフロントウィーク、こちらもね、オイルにじみ、そういったものも見受けられませんね。はい、そしてサイドカールですね、レプソルのね、ロゴが光っております。大きなね、転倒によるカウル割れ、もちろんございません。ニューペイントなんでね、非常にね、コンディションがいい仕上がりとなっております。はい、そしてね、レバーですね、ワンポイントでね、有価内のね、ゴールドレバー、こちらに変更されております。はい、フレームですね、こちらもね、大きな点サビ、白サビ、そういったものも出ておりません。クランクケース、こういったところもね、転倒による削れ、そういったものもございません。はい、そしてステップですね、こちらストライカーのバックステップです。大きな削れ、曲がり、そういったものもございませんね。はい、そしてリア足回りご紹介です。スイングアーム、こちらもね、点サビ、白サビ、そういったもの、出ておりません。コンディションいいですね。ホイールもですね、リアホイールも、大きな削れ、塗装剥がれ、そういったものもございません。はい、そしてね、リア周りです。オリジナルのね、純正、キープした車両となっております。センターアップマフラーですね。はい、シートです。フロントシート、タンデムシートともに大きな破れ気ではありませんね。はい、タンクです。はい、こちらのタンクもですね、レプソルのオレンジ色のカラーがですね、非常に、いいですね。こんにちは、いいです。大きなへこみ傷、そういったものございませんね。タンク内ご紹介したいと思います。はい、タンク内です。もちろんですがね、大きなサビ腐食出ておりません。はい、ではですねエンジン始動いきたいと思います。はい、起き上がりいきます。はい、問題ありません。爆弾音です。はい、いかがでしたでしょうかね。直列4気筒のね、スムーズなエンジン、そしてね、またオリジナルコンディションということでですね、非常にですねカスタムするにもいいベース車両となります。ぜひ CBR をお探しの方、お問い合わせをお待ちしております。